はい、こんばんは。ワンピースが世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、漫画ワンピースの最新話、1110話のネタバレが公開されたってことで話題になってますね。で、自分はね、そのネタバレを早速見たんですけど、いやー、本当にね、今週も衝撃の展開でしたね。はい。まあ、というか、やっぱりね、毎週ね、こういったね、面白い話をかける尾田栄一郎先生は、本当に天才だなって思いましたね。はい。で、ちなみに今週の「ワンピース」1110話のネタバレなんですけど、まずはそのカリブーがその黒ひげ海賊団に入りたいと懇願するところで始まります。はい。で、まあ、最初はね、そのバンオーガーがカリブーを疑ってるんですけど、まあ、オーガーがね、そのプルトンとかの情報を持ってるってことで、まあ、一応連れてくんじゃないかなと思っています。はい。で、次はですね、まあ、パシフィスタのクマ対その海軍中将の戦いなんですけど、まあ、その海軍中将がね、そのパシフィスタ相手に、まあ、そのくあの苦戦していると、まあ、そういった描写がありますね。はい。で、あとは巨人海賊団のドリーとブロギーが、そのボニーたちと、まあ、その会話を交わすシーンがあるんですけど、はい。で、他にはね、その、まあ、サターン星が、はい、まあ、そのちょっと覚醒して、まあ、ちょっと暴走してるっていうね、シーンで、はい、まあ、それが中盤のシーンなんですけど、はい。で、そのペカパンクに関しては、その逃げようとするんですけど、まあ、キザルにその光のその剣で刺されて、まあ、重傷を負うシーンで終わります。はい。で、最後にその二課になったルフィが怒って、そのキザルとサターンを握って、まあ、そこのシーンで終わります。はい。いや、ということでね、まあ、今週のワンピースも本当にすごい展開だったんですけど、まあ、最後に言いたいのは、まあ、ただね、ワンピースは確かに面白いんですけど、まあ、ちゃんとね、その、まあ、漫画に関しては、そのね、まあ、その SNS とか、まあ、YouTube とかに無断転載されてる、その違法アップロードじゃなくて、ちゃんとジャンプとか単行本を買って読みましょう。まあ、そうしないと作者の方にも失礼です。はい。まあ、ってことで、まあ、今週のワンピースも、まあ、本当に面白かったですね。はい。いや、本当来週早く見たいですね。はい。